丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。本日お話をしてくださるのはこちら、元2代目声優会会長川口和秀さんです。よろしくお願いします。もう本当にこの界隈では有名人というか名前の通った方ですので、見たことあるなっていう方もいると思います。川口さんを多分一躍有名にしたのは映画ヤクザと憲法ですかね。我々の感じから言うと一般的にはそうかもしれないですね。はい、でそれ以前で言うと週刊実話かな、連載とかでもおなじみでした。実話時代です、ね、実話時代か、はい、すいません失礼いたしました。獄中から投稿したのは私が初めてかもわかりません、ね、そうですよね。だからそういう界隈でももちろん有名だったし、映画でも、有名に名前が一気に広がりました。で今回は、また新たな映画も撮られているんで、まあ、大丈夫っていうね、映画なんですけれども、まあ、ヤクザと禅というか、座禅というか、村上商人というか、ね、仏道の、もう亡くなられたんですよね。そうですね。1月の22日。はい。素粒子学、物理学の勉強していた高僧の方なんですけども、湯川秀樹さんの、お弟子さんですね。そういうちょっと変わった経歴の、僧侶の方と川口さんがちょっとこう交流していくというか、そういう映画が、9月9日から、新宿のケイズシネマでやりますんで、そちらもね、ぜひ見ていただきたいんですけれども、今は片木なんですよね。はい、ヤクザの世界にはトータル何年ぐらいいらっしゃったの？55年ですね。55年、そのうち、はい、川口会長を表す、数字として22年でしたっけ。懲役は全部で30年近く。全部で30年、はい。ヤクザ人生の半分以上を懲役で。はい、でしかもその間も、だからその、先ほどの実話時代の、なんていうか、連載とかでも知られてますし、出てきてからも映画とかで、そういう名前が知られている。で今回は、その事件についてはね、またちょっと冤罪等々の問題もありますんで、改めてお話はしたいんですけれども、今回はまず、川口会長とはどういう人生を歩んで、今ここにいらっしゃるのか、みたいな話をね、ちょっとこう聞いていきたいと思います。お生まれはどちらですか？堺市ですね。はい。堺市。はい。はい、もう大阪のね、ちょっと南の方です。そうですね。はい。どういうご家族のところに生まれたんでしょうか？まあ、両親から、うん、2人兄弟で。2人兄弟。あれ、お兄さん、上下どちらにいらっしゃったんですか？私が弟ですね。あ、2つ上の兄がおりまして。はい、なんていうんですか、その、普通の堅気の家庭だったんですか？そうですね。はい。別にその、いわゆるヤクザな流れがあるところではなかった。はい、そういうところで言うと、なぜそのヤクザの道になっていくのか、ごく普通の家庭だったってことですよね。そうですね、ごく普通ですけれども、その、この世界に入ったということですわね。ごく普通の家庭で生まれ育っていった、はい、川口会長がなぜそのヤクザの道に入っていったのか、そのあたりをちょっと順を追ってお聞きしたいんですけど、何かきっかけがあったんですか？そうですね、中学校2年の時の秋ですか、遠足というのがありますね、昔、今でもあると思いますけれども、その時にその PTA の会長の息子と私が学校へ帰る時間遅れたんですよ。で、明くる日に、その、全校生徒の前に、朝礼台呼ばれて、私だけが呼ばれて、その、頭殴られたんですよ。それはなんでだと、その。いや、貧乏人の子供とやね、PTA の会長の子供とは、やっぱり、その、差がありますからね。理不尽ですよね、うん、だから、その、これは差別やということに気づいてやね、その日の晩にその学校を燃やしました。燃やしました、放火ってことですか？そうです、そうです。燃えたんですか？いや、当時は用務員がずっと宿直してますから、ぼやで済んだんですけれどもね、でもそういう
反骨精神じゃないけど屈さなかったってことなんですよ。そこでその学校のいわゆるこう教育方針というかそういうわけじゃん。私はちょこまかしてるからそのよう殴られましたね、うん、1年の時はその統合先生いうのが担任にあったんですよ。その人にはよう殴られました、うん、いやあの悪ガキ的な感じではあったんです。そうですね。でもその中でもその朝礼で遠足の後その朝礼で殴られたその差別だっていうことに関しては許せなかった。はい。でもそのなんその事件がきっかけでなぜヤクザになってくるの？あの学校燃やしてもそのまま学校行かんと、はい、いうことでパチンコ屋で生計立ててやね。中学生ですよね。え中学生でパチンコ。中学生でもあの強かったんですよ。あ毎日ほど当時は4800円ぐらいですか、はい、こうして入れる 今と違いますよ、はい、それで4800円ぐらいその、ま、ほぼ毎日終了してましたね。負けることなくそれでまあ生計立てて。その流れでどういうふうにこう何ていうんですかこうヤクザの方と関わっていくというか、自然とそのパチンコ屋へヤクザも出入りしてますよね、うん、でまあ泊まるとこなかったら打ち込むかへという流れで、うん、もうそのまんま家業入りだったんです。まあその、 あのちょろちょろ傷ついてね、うん、そうこうしてるうちにその東勇という親分が出てきて、はいはい、で部屋住みに入りました。はあ、じゃあ本当にもうその事件きっかけの流れで普通に。そうです、そうです。それまで、あのさっき悪ガキだったっておっしゃってましたけど、うん、学校の中では どうだったんですか。その勉強とか部活とかそういうのも立ち位置というか。1年の時はね吹奏楽部とね、うん、でから写真部やったかな、なんか、うん、そんなんも入ってましたけどね、うん、あのトロンボーンを吹いてましたからね。あ、そうなんですか。その後のなんと学業とかどうだったんですか。その在学中というか。いや貧乏ですからね、あの家に机ないんですよ。あリンゴ箱が机みたいなもんですよだけど本自体開いたことないですからね。じゃあもう本当の悪ガキでまあまあ、 あのその流れというか、うん、悪ガキでもねあのぬくもりのある拳やったらね分かりますね私らは。1年の時はその東郷先生っていう人によく殴られました、うん、しかし斎藤隆夫も悪いけどお前がこの中学で一番悪いってよう殴られました、うん、拳でね、うん、それでもぬくもりありました、うん、わしのこと思って、うん、手かけてくれるからそれは伝わります。子供でも中学校になったらもう伝わります、うん、じゃあその朝礼の遠足の時の差別だっていうあのその拳というか殴られた時はもう絶対納得できないっていう感じだった。そうですね。その時のその行かなくなってそのなんていうか生徒が家業入りしていくわけじゃないですか、はい、学校としては問題にならなかった。もう相当その問題になったみたいですよ。それは問題にはなった。それは当然やと思います。親御さんもいらっしゃったわけじゃないですか。父親はね。はい。はい、なんかその揉めたりしなかったそこら辺は。いえいえ、あの私が犯人やということでその学校校長室行って下駄脱ぎで正座して謝ってましたね。私には親戚は一つもなかったです。お父さんからは。はい。それはお父さんの方もあの会長は間違ってないと思ってたっていうことですか。多分そうやろうと思いますよ。その辺の話ってその後お話しすることはあったんですか、お父さんと。いや、そんなにさないです。お父さん割とあれですか。 それからそのもう家帰ってませんからパチンコ屋出入りして。その後でもあれですよ、お父さん割とそんなにあの何年も先じゃなく亡くなられてるじゃないですか。はい。その間はじゃあもう話すことなくって感じ。もう一切帰ってないですからね。あのちなみにお母さんの方のことはあの割と若くして死別されてる。そうですね。
あ、じゃあもう本当にそこの中学で家業入りしてから、じゃあご家族と会うことっていうのはないまで。はあ、い、ちなみにその頃の、中学の時の、川口少年というかは結構表になったんですか、女の子受けというか。自分は高校2年の時はラブレターをもらいましたね。はあ、いや、なんかそれで焼き物を焼きましたからね。冗談ですよ。いや本当にそんぐらい来たのかなと思いましたけど。いや、なんかなんていうか非常に端正な顔立ちをされているっていうのが、まあなんでこの本を見た時とかに思ったんですよ。だから若い頃からカメラマンが良かったよ、思いますでも本当にそういう意味では若い頃からその曲げないとは曲げないという性格だったということなんですけど、で東勇親分のところにこう部屋住みとして入っていくわけですよね。はい、どんな方だったんですか。一言では言えんやろけど、まあ奇抜な方ですね。奇抜。はい。どういう感じなんですか。田岡さんの葬儀の時にも網服で、はい、単車乗って行きましたね。はあ。で玄関から上がって証拠だけしてきましたね。私ら後ろから車でついて行ったんですけどね。神戸のあそこにですか、はい、本家のところ。はい。でもあれですかね、相手先も東勇親分がバイクでアーミー服で切っても分かって開けてくれる感じ。それはもうマスコミの的ですわね。けったな格好できたでちゅうなもんですもん。はあ。周りは変な言い方ですけど、親分の行動を止めるなんてことはできないと思うんですけど、それで行くのとは思いました。どうなんですかね、周りどう、普段からそういう方なの。そうですね、常在戦場という考え持ってますから、ね、ああ、そっか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 。ある意味清掃なんですね、じゃあその。そうですそうです。敵地ではないですけど、他の組に乗り込むわけ。来て行ったら死ぬのを待ってたかいと。ああ。そういう考えじゃなくして常在戦場やと、うん。だからここに喪章黒い紐を巻いてるわけです。うん、だからこれ巻いてるやないかいと。うん、言うてその弁解はできるということですね。で。太もものところへ弾きをテープで引っ付けてね、証拠させんかったら撃ってくるという覚悟で言っとるわけですね。持って行ったんですうん、ここへ貼り付けてね。はあ。すごい時代といえば時代だけど、すごい話ですよね。まあそれをその田岡さんのところへ行ったっていうのはね、奇抜ですわね。そういうことを考えておく、その当時おらんかったんと違いますかね。変な話、筋は通ってますよね。はい、でも向こう側もそれを受け入れてって感じなんですよ。はい、もうでもそういう東勇親分のところで部屋住みって言っても当時事務所どちらにあったんですか。西成ですね。西成の事務所なんですか、それとも親分の。今のあるところですね。ああ、はい、あそこに部屋住みされてたんですか。そうです。なんだろう、僕らの勝手なイメージですけど、当時の西成ってもっとこう若くて、町が若くてガッチャガチャしてたのかな、どんな感じだったんですか。そうですね、今よりやっぱり日雇いなんかもゴロゴロしてましたしね、で暴動もありましたからね。あの時代ですよね。はい、じゃあものすごく活気あるところだったって感じ。 ありましたね。はい、その頃の川口さんというのは腕っぷし的にはどこだ。いや、痩せてひ弱でしたよ。もうそこで部屋住み入るわけじゃないですか。はい、怖い怖くないとかいうよりも、なんだろう、そういう、なんていうか、そのね、肉体労働をしているこう大人たちがいっぱいいて、ヤクザもいて、その中で自分やっていけるっていうふうに思ってたんですと。他にもそんなこと考えないんです。ただもう目死亡をして、うんうん、背中見て、生活と一緒にするっていうような、それ以外のことは考えたこともなかったですね。親分にその部屋住みの最中に教わったことというか、学んだことって何かあります。自分で率先する人ですからね、掃除も何も。あ、そうなんですか。そうですそうです。どんなに遅く帰ってきても、その4時ぐらいになったら
起きてやね、雑巾掴んで自分の寝てる部屋の便所を掃除したり、うん、だから私ら寝てられませんがな。そりゃそうですよね。あの面倒見がいい方だったんですか。あの奥が深いですね。あの私の若い衆がよその組織の門と兄弟分の杯したと。その時にその向こうはその共生会とかあの合田一家とか、うん、そこらの幕が誰幕がね5人ぐらい下がったんですよ。でこっちも関西のその組織の門4人は揃ったんやけど1枚足らんと。それでその山田原さん書いてるあの劇場という本があるんですよ、うん、運命共同体の川澄さんってね、うん、その人はまあ射殺されたんですけどね、その親分のところへ名前貸してくれと頼みに行ってくれたんですよ。でそんなことをその犠牲がましくね私に言わんかったんですよ。こうして行ってきたのと。で向こうの門から聞いたんですよ。だから川澄さん留守やってね、な帰ってくるまで待たしてもらうって1週間待ってたらしいです。なんか面倒もいいというかすごいですね、1週間、そういう親分やからやっぱりその全身で使えれるんと違うかな、滅私奉公っていうのはね。当時あの部屋住みしてたのって川内さん以外にも結構いらっしゃったんですか。何人かおりましたけどね。皆さん若い感じだったんですか当時その組に入ってた。いえいえ、あの親分の若い人は13人か、まあ、キリストの世界じゃないけれどもね、うん、でその中で皆もう6つから10とかそれぐらいみんな兄貴分ですよね、当時から言うたら子供やから、うん、あのその頃でも川内さんまだ10代じゃないですか、はい、あのまあまあ部屋住みの時に特にその なんていうかあのまあまあしのぎはまだなかったとは思うんですけど、はい、なかったですね。そうですね。お金とかってやっぱりあんまりなかった。あの東組が学事場開いてましたからね、それで手伝いに行ったら合理って言うてね、うん、お客さんにお金つけたりするのを合理って言うんですけどね、うん、あのそんなん手伝いに行ってたらその小遣いは当たりますからね。なんか本の中で靴下が穴開いてる時に親分買ってきてくれたみたいな、うん、それはあの本宅でね、あ総長 総長のその当時はまだ総長はあの懲役ですからね、うん、はい、もうそういうふうにあの西成でこう青春時代を過ごしていくわけじゃないですか。何歳か入ってから何歳何年ぐらいあの部屋住みというかされてました。新世界の事件する前ぐらいにあの同棲しましたからね。あ、彼女と16ぐらいの時に、はい、それから実質は2年ぐらいですか。2年、16歳でもう一応一発のヤクザって感じであの辺をいらっしゃった感じ。そうですね。その時ってどんなしのぎになってやってらっしゃったんですか。何をしてたやろ、飲み行為してたんちゃうかな。あ、今の新世界って行かれることあります。いや最近は行ってないですけどね。当時ってどんな感じだったんですか。あの新世界の事件が46年でしたかね、うん、46年か7年ぐらいやったと思います、うん、私が16かその自分です、うん、その自分はまだあの通天閣っていうの下っていうのはあの新世界っていうのはいろんなヤクザがもう溜まってたわけですよ、はい、その事件からその新世界の事件からその東組の縄張りということが定着して全部掘り出したわけです、うん、西成もあの辺のなんていう縄張り関係、西成とか新世界って今はね、イメージすると東組のイメージがあの歴史的に、いやいやもうそんなん今はそんなイメージも何もありません。あの当時はじゃあ本当に複数のヤクザが入り乱れている場所だったんです、はいはい、で今先ほどちょっとあの出ましたけれども総長あの東清総長、はい、どのような方だっ
ったんですか。私を父親のとこへ酒2本持って、で私後ろからついていって、それ私持ちます言ったら、これはお父さんにやるやつやからって言うて、総長が自分で持って、で私の当時高志って言うてましたからね、高志預かるよと言うてもらい受けてくれました。総長さん小屋のところで行って、はあ、なんか なんだろう、僕が言い方をすごく選ぶんですけど、イメージするヤクザの親分っていう感じがすごいするというか、懐の深い方というか、うん、だから私はそのまあ粒子から本宅へ出入りして、総長の子供3人おりましたけれども、家族みたいなもんですよね。本当にそういう家族的な組だったっていう感じですか。私はね、はあ、私はあの家族みたいに、ね、姉さんは母親みたいなもんですね。あずま組全体としてはどういう組織だったんですか。まあ両納金とかそんなはないですね。あ、ないんですか。会費はありますけどもね、うん、そういうのはありますけれども、ね、両納金はなく、ここで経済活動しのぎですね、言うてみたら、我々の言い方にしたら、ちょっと見てる人にもう少しこう伝えていただきたいのは、イサム親分と清総長のその関係性っていうのは、ご兄弟、兄弟です。どういう組の組としてはどういう成り立ちだったの。お互いに教育ばっかり言ってますからね、はい、で東イサムが先出てきたわけです、はい、でその後で総長が東清が出てきたということですね、うん、どちらからもあれなんですか、会長は可愛がられてた感じ。はい、どっちもな気持ちのいい親分って感じで、まあ言うてみたらおじいさんみたいなもんですね。ああ、でもそうするとどっちかが揃ってる時は珍しいぐらいなんですか。ほとんどなかったん違いますか。はあ、なんか東組ってなんか、ね、それこそ名前はやっぱり通ってはいるんですけど、どういう組だったのかっていうのがね、なかなかこう外側からだと伺い知れないんですけれども、そのあたりはちょっと次回かな、もう少し掘り下げてみたいと思います。東組ってどういう組織だったのか、川口さんの口からいろいろお聞きしてみたいと思います。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。 YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、まあ、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、まあ、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。